汗びっしょりだし、まだ胸がドキドキしてる。夢ならひどい夢。おい、どこに行くんだよ、リレー。あ、ガフ、別にどこにも行かないわ。そうか、先生が夜出るなと言ったことを忘れるな。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回ることがあるんだ。そうだな、あれは今夜みたいに静かな夜だった。ある男がそこの廊下で魔女に会ったのは。その話、ここに来た夜にあなたから聞いたわよ。3日後に廊下で見つかったんでしょ。どこで聞いたのさ、オイラまだ話してないよ。大体来たのは今日だ。妖精を騙そうだなんて。あれ、私がここへ来たのは5日前じゃん。誰だ、こんな自分に。怖い魔女の霊かな。来たのはマルガリタ。まさか、はあ、ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。お前も長生きしそうにないタイプだな。魔女に捕まるまでわからないのさ。ほっといてよ、チビ君。夜の散歩をしたい時もあるでしょ。これは何かの冗談とかじゃないわよね。みんなして私を驚かそうと。さっきからおかしいぞ、リレー。大丈夫か。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんね、リレー、助かりましたわ。ええ、私の方こそぼーっとしちゃって。お互い早く寝た方がいいよね。私も自分のベッドに直行しますわ。ガフ、本当に私今日ここに着いたの？そっちこそ、冗談ならあんまり笑えないぜ。寝ぼけるにも程がある。しっかりしてくれよ。